次、ホテルオブディスメイ。お化けとかたくさん出てくるんですかね。ポジティブシンキングで頑張りたいと思います。いきまーす。ホテルオブディスメイ。お？コインがこの1個だけあるの何これ。まさかこれを触ったらディスメイしちゃうとか。ディスメイさせないで、怖いよ。おっ、おピン。どういうことだ。ここに何かがあるというわけでもない。もしかしたら似てるのミラーハウスみたいなのがあって、そこに何かアイテムが隠されてるとか、そういうことなのかな。これはジャパネットかな。何だけワン切りされたんだけど、やめて、そういうの恥ずかしいから。え、ちょっと扉がたくさんあるけど、左側から入ってみようか。手前から入るのが定石。あ、こんにちは。どうしたんですか、通行人かな。勝手に入っちゃってごめんなさいね。キノコとかあるけど取れそうにないから、じゃあ戻りますか。なんだこれ、101の住人かな。102入りましたか。失礼します。102の住人は、あ、誰もいない。漫画家さんとかそういう設定とかないのかな。101は、ニートの浪人、102は漫画家志望みたいな、103は音楽家みたいな。さあどこだ。おお、ドスン先輩だった。おドスン先輩、音楽家目指してるんですか。大変ですね。おお、ピースイッチがあったよ。のだめカンタービレ見た方がいいと思いますよ。で、右側行けそうな気もしますけれど、行っちゃって大丈夫かな、これ。じゃあ押しますよ。Pスイッチ押して、右側行く。で、危ないよ、やめてください。ちょっと勝手に入ったのは悪かったですけど、あ、これもしかして、最初の方に戻るとかじゃない ?101 号室じゃないここは。あ、じゃあ102号室だった。漫画家志望さん。じゃあ音楽室は、音楽室じゃない、音楽家はどういうことなんだろう。じゃあこれ104は、ここ見たことないよね。大丈夫ね。さっきの人と違う人でね。カメさんでした。魔法使いだった。30歳でだった。うけそうね。あ、危ない、やめてやめて。落ち着いてカメさんどいて、ここの部屋もない。失礼しました。ごめんなさいね。ちょっとね、じゃあ、右側行ってみましょうか。今のところ全然わからないね。何もなく、これ、叫び声が聞こえた。103号室から、音楽家から、やばい、ドス先輩が叫んでる。怖い怖い。これ2階は部屋がないってことなのかな。ということは2階はなんかシェアハウスみたいな、みんなの共同スペースみたいな、そんな感じなのかな。そこは2301、お、なんかあるね。お、今のところ全く会計と、オープンだ。なんちゅうトラップだ、全然気づかなかった。アテナブロック取りに行かなかったら、いや、丸焼きにされるところだったよ。マリオの丸焼き、それはそれで美味しそうだけどさ、鼻の部分が美味しそうだよね。キノコはたくさんあるんだけどな、下の方にテイソさんがちょっとなんか襲いかかりそうな。うわっぶねえ、うわっぶねえ、おぶねえ。さっきから神回避の連続じゃないけど、ギリギリで神回避。これがキノコめっちゃある。キノコのこのこ、ギリキノコ、エリンギ、マイタケ、フナシメジ。ここはもうキノコめっちゃ出てくるんだけど、でも出しちゃうとな、取れなくなる。もう次どこ、ここ401号室402号室俺わかんない今どこにいるか。402号室失礼します。うわ、天からお塩パターンだ。でもここなんもないよね。なんか最後に勝つのは誰だみたいな。あ、なるほどね。それ最後は相打ちするといいね。最後の一撃やつです。あー、ファイヤー、これはいいアイテムなんじゃないか。これのおかげで進める道もありそうな気がしないけどね。またジャパネットから来たんだけど、最初の。でもやめて、ほんとやめて、ほんと買うものないですよ。通販とかアマゾンで買うんで許してください。ここはさっきのところ。そうだね、これ301か。で302、でも全然わかんねえんだけど、ディスメイしちゃうから守れた。いや、もうすでにディスメイしてるかもしれない。怖い怖い怖い。もう進みようがねえんだけど、こっち側かな。こっち側から来たんだもんね。これじゃ倒せないし、ディスメイできないし。あ、何？ここになんかあんの？ピースイッチ。あ、なるほど。で、こっち側行って、で、踏んで、こっち側行くと、よし、ゴールなんじゃないか。やっと、ノットディスメイできるのか。ノットディスメイしたい。ドゥーノットディスメイ、ドゥーノットディスメイ、早くディスメイさせて、ドゥーノットディスメイさせて。すごい、もうやめてもらえ、早く出たい、早く出たい。怖いわ、この部屋。あ、で、上行けばいいの。上だよね、大丈夫だよ。矢印の方向に俺は従うよ。大丈夫。あ、ディスメイ、あー、たくさんディスメイ来た。怖い、あー、ディスメイ来た。ちょ、もうディスメイやめろ、もう。もうディスメイがゲシュタルト崩壊して、あ、もう下から上から。ちょ、上から下から前から右から左からめっちゃ来んだけど。ノットディスメイ、あぶねえ、今の超ギリギリじゃねえか。よかった、ドゥノットディスメイできました。ありがとうございます。ミニゲーム5。ミニゲーム5。イェー。お、葉っぱマリオになりまして、右側行けない。もしかして、これ打つとかそういうこと？あ、難しくねえか？葉っぱを持って、これ、おお、そういうことね。うまい。あー、なるほど。これで打ったら、ほっ！右側のあのコイン、あれを、
全部集めろってこと。これくっそむずいぞ。結構運も関わってくるんじゃないか。でもいい感じ、うまいんだけど、なんかすごいうまい。あと一杯、あと一回。ほっ、完璧なタイミング。素晴らしすぎる。いいぞ、慣れたら一発でできちゃおうとか。やっぱ順応力が高いんですかね、私。ありがとうございます。お、ミニゲーム5って5つミニゲームがあるわけじゃないんだね。5つの鍵を見つけると。完璧な勝利でしたね。素晴らしい。 Viewing the pictures。 お、この手のやつは私得意ですよ。これと同じやつが土管の下にあって、ここにハテナブロックが隠されてますよって、そういうヒントなんですね。なので、うわ、最初からいきなり難しすぎないか。多分だけど、あそこかな。うん、わかりました。多分だけど、ここでしょ。ここの空間。ほらね、来た、これ。いいぞ。で、こういう風にして、ピクチャーに書かれているヒントを頼りに、謎を解いていくという、そういうステージですね。いいぞ。こういうのは得意ですよ。こういうのはね、やってて面白いからね。で、1個目。いくつぐらいあるんだろうな。まあ、時間には余裕があるっぽいから、ゆっくりやっていきたいけれど、矢印が3つ重なってるところの、右下のところにハテナがあると。わかりました。また難しそうだな、これ。矢印が3つあって。うわぁ、雲がある。矢印が3つあるところ、ここら辺かな？ここら辺ってわけじゃない。もうちょっと上の方にあるのかな？矢印が3つ重なってるところ。ここか。ここだ、きっと。ここら辺にあります。ほっ、来た、これ。完璧。素晴らしいタイミング。いいぞ。まあ、結構たくさんありますけれど、落ち着いてみてね、見極めれば何の問題もない。時間をかければ誰でもできるステージですね。ランプの上にあると。まあ、ランプたくさんあるんだろうな、この中は。あれ？次行けない。ということは、今までのところにあったのかな。今までのところ。今までランプのところあったかな。ランプ、ランプ、ランプ。多分かなり戻るんじゃない。最初の方の方に、ランプがあったりなかったり、ここ？ここかな？ほっ！あった、これ。これなんかさ、最初のスタート時にさ、間違えてジャンプしてさ、偶然開けちゃうってこともありそうだね。なるほどね。まあ、こういうパターンもあると。今までは土管の下だったけど、こういう風にね、戻って調べるというパターンもあるんだね。なんか適当にジャンプしてれば普通に見つかりそうだね、いろいろ。こうやってジャンプしとこうか、適当に。こうやって適当にジャンプしてれば普通に見つかりそうだけど、今度は？また矢印。あれ、さっきと同じところだよ。同じところだけど、今度は左側ってことかな？さっきの出たところの左側にもう一個ありましたってことなのかな？で、戻ってみようか。多分戻ると思うけれど。いいじゃん、ひらめき力は私53万って有名なんで。ここの部分、ここの部分のここの左側のところあった、これ。素晴らしい。これもなんか普通にジャンプしてたら見つかっちゃいそうだけどね。もうジャンプしとこう。ここら辺にあるんでしょ、ここら辺に。知ってるんだからね。ここら辺にあるんでしょ、ここら辺にないの。でもこういうふうにさ、適当にジャンプして見つけちゃったらつまんないからね。ちゃんと探していきたいですね。よし、じゃあこれで右側にもあったと。さあ、あといくつぐらいあるんだろうね。サクサク進んでいますけれど、順調ですな。お、土管が入ってて、多分この空間にもあったんだろうな、隠しブロック的なものが。お、ハテナがここにある。あ、鍵、あれ入っちゃっていいの。入りまして、外側に出ます。お、あ、また鍵がある。あー、ここがここにありますよってことかな。多分土管のところ、さっき何もなかった部屋があったと思うんですけれど、あそこの左上、ここですね、ここの左上にあるってことか。ほらね、完璧だ。すごい優しいね。前にやったピクチャーシリーズよりもすごい難易度が優しくて、とっつきやすいかもしれないね、初心者の方。もう私はもう中級者、いや上級者なので、これぐらいに一発でポン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 やってしまうんですけれども。さあ、そろそろゴールかな。どうだろう、マリオメーカーのステージの広さ的にもうゴールっぽい感じはしているけれど、ゴールですね、完璧ですね、素晴らしい。何一つ悩むところがなかった。サクサクプレイ、ヤブさんの動画ってほんとサクサクで見やすいですね。ありがとうございます。次、夏の終わりのお化け屋敷ツアー。もう夏も終わりですね。美味しい秋が始まります。遊びましょう。夏の終わりのお化け屋敷ツアー。トラウマ BGM が流れてますね。土管、扉、土管から入ってみるか。失礼します、お化け屋敷ツアーに来たものですが。お、え、コイン取れない、どかない。おお、なんかこれができた。あ、そういうこと。おお、すげえ。で、出していくと。なるほどね、面白いだろ。お化け屋敷、お化け屋敷をモチーフにしてるのかな、これは。で、扉が2つありますけど、じゃあクラピカ理論で右から行く。右から行きましょうか。失礼します、10、お、あー、これ爆弾で少しずつ下にやっていくみたいな、そんな感じか。テレサさんがこっち見てるんで、恥ずかしがり屋だってやつ。かわいいね、これ。照れてるテレサすごいかわいい。で、下まで行って P スイッチを押させると。で、P スイッチ押しても、
別に取れなくないかこれ。お？なんか左の部屋が P スイッチを押したことによってなんか変わってるとかそういうことかな。あ、なんか降ってきた。あ、それでこれ出して、おー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 、は？あれか、 P スイッチ押したのが遅かったのかな。もうちょっと早く出していかないと。あ、そうか、そういうことね。で、左側にいさせるってことか。これどうすんだろうな。これは、ああ、わかったかもしれない。P スイッチを押して、で、もう一回ここの部屋に入るんじゃない？そうすれば、このハテナブロック復活してるじゃん。だから、P スイッチを押したことによってこのレーンが止まるでしょ？それ爆弾は右の方に移動するから、右の方のブロックを壊してくれると。そうじゃない？それで、間に合うかこれ。間に合う、間に合う、間に合う。右側に行けば、あー、足りないな、これだと。それでさ、落ちてきて、で、下のブロックを壊してくれて、コインが取れるようになると。多分そのパターンだと思うんだよね。うわ、これ難しいな。ちょっと待とうか。もう、下の PC って押した瞬間すぐ出て入って、やれば間に合うと思う、ギリギリで。ここはもう、頑張りましょう。初めてのチュー、君とチュー。I will give you all my love. My love! よっしゃ、一発いったよ。で、次はこれで、壊し、完璧。で、2個いったらもう、完璧。あ、素晴らしい。で、2個目。これ時間取りそうだぞ。で、あと1個も多分 B スイッチを押した後にすぐ左側行って、で、あの、コーラ君にブロックを壊してもらって鍵を取るパッティーンだと思うんだよね。なので、こいつに頑張ってもらいましょう。これ結構時間かかるんだ。毎回毎回このハテナブロックを壊すのめんどくさいね。さあ、おいで。かわいい坊やちゃん。私のために働くんだぞ。で、B スイッチを押した後にすぐ左側の扉に入る。そうすると、こいつが多分右側に行って、で、上のバネで押し出されて、火に壊していくと、素晴らしい。早い。いいじゃないね。これ3つゲット。素晴らしいんだけど。完璧じゃないですか。で、これで鍵を開けると。さすがにこれで終わりではないわな。夏のお化け屋敷ツアーですからね。これが1個目のギミックって感じかな。でもかなり時間取られたな、これで。さあ次は。あ、中間地点。しかし小さくされてしまうと。次は？すごい押された。え、ちょっと待って、死にたくない。すごい笑われてるんだけど、何なの？それ、コメントして笑って。コメント数増やして、それで。直接、言わないで。どうなってんの？下って書いてあるよ。あー、どんどん迫ってくんだけど。脳内麻薬がものすごい出てるんだけど。これで、あ、何？これで右が行くんじゃない？これで。普通に押したんだけど。え、あれ、どうやって行くの？右側の動画。やっぱ普通に考えて右側行けないよね。で、スターが出て、なんか左側にツルが出るんだ。これに、あ、これに登っていけってことか。なるほどね。で、ここにスターがあって、で、下に落ちて、行きの、いや、ヨッティ、そういうことか。ありがとう、ヨッティ。ヨッティのためで、いけない、よし、早く、よし、もうちょ、ちょ、違う、よし、ハマってる、じゃん、これ。ハマっちゃっていけない。ちょ、待って、どうしよう。よし、ハマってるよ、これ。どうしよう。完全にハマってるんだけど。これ、よし、投げ捨てなきゃいけない感じなの。待って。またハマって、よし、やっといけた。よっせ、お前のおかげで俺は生き残れるよ。あ、待って、あ、くそ！最後によし、投げ捨てなかった。で、見事ゴールすることができました。ありがとうございます。イェーイ。